不満があるんだったら帰ってもいいぞ。てかやめてもらってもいいな。え、やめる？突然の言葉に思わず聞き返してしまったが、周囲からはクスクスと笑い声が聞こえた。僕も何とも言えない気持ちになりながらも席に戻ろうとした時、部長から大声で呼び止められた。おい伊藤、何席に戻ろうとしてんだ。やめていいって言ったろ。というよりやめてくれ。今回も東大卒のエリートたちがこんなに入社したんだ。高卒のお前なんかもういらないんだよ。そう言って高笑いした。そして周りにいた学歴主義の社員たちも部長に合わせて笑い始めた。不快な笑い声がフロアに響き渡る。その瞬間、僕の中で何かが切れた。そうですか、わかりました。それでは本日で辞めさせていただきます。僕はそう言って自分のデスクを片付け始めた。おい何やってんだ。部長自身に社員をクビにできる権限があるとは思いませんが、上司から辞めろと言われたんですから辞めるしかないですよね。そう言いながら僕は荷物をカバンにしまい、オフィスを出て行った。まあこの後どうなるか知りませんが、あとは皆さんで頑張ってください。僕の名前は伊藤和樹、28歳。とある IT 企業に勤めている。主にセキュリティソフトの開発を行っており、ソフトのシェアは業界でもトップクラスの大企業である。最先端の技術を有するスタッフが集い、ここ数年で企業のランキングの上位にも選ばれた会社である。社員のほとんどは大学卒という学歴を持っていたが、そんな中僕は高卒だった。しかし僕は学生の頃からプログラミングの勉強をしていて、それなりの知識と技術を持っていたため、入社試験でもそれが認められ、この会社に入社することができた。そして僕はこの会社が業績を上げるきっかけにもなったソフトウェアの開発に携わっていたメンバーの一人でもある。この会社には僕みたいな学歴はなくとも実力を備えた者が多くいた。しかし会社が有名になっていくにつれ、誰もが知る東大、京都、慶応、大学卒業という学歴を持ち合わせた、いわゆるエリートと呼ばれる者たちの入社も多くなっていた。正直なところ、技術力を持ち合わせた者たちからしたら、そういったやつらほど技術面で大したことはないのだが、営業面においては学歴がものを言うこともある。営業力のある者が仕事を取ってきて、技術力のある者たちがいい製品を開発し提供する、そんなお互いに持っている才能を生かしていけば、さらに業績を上げることができると僕は思っているのだが、エリートたちは考えが違うようだった。そいつらは学歴のない僕のような者たちを毛嫌いする傾向にあった。いや、嫌いという言い方は生優しいかもしれない。率直に言うと僕たちを見下していた。特に東大卒の部長は学歴に対する差別意識がすごかった。彼がこの部署に来てからというもの、高卒だという理由だけで雑務的な仕事しかやらせてもらえないようになった。そして新入社員が入ってきたとしても、学歴がある社員にはエリートたちが、学歴がない社員には僕たちが指導役としてつけられた。結果、僕たちについた新人たちはまともな仕事を教えてもらうことができず、同期だったとしてもその格差が広がっていってしまった。しかし
エリートたちについた新入社員たちも学歴だけで実力も大してない先輩に教えられることで、僕からしたらそれなりのレベルしか成長していないという状況になっていた。そんなことでは業績が落ちてしまうことなんて僕たちの立場から見れば一目瞭然なのだが、エリートたちはそんなことを気にもかけていないようだった。決して学歴を軽んじているわけではない。その大学を卒業するためにも努力したこともあるだろう。ただ社会に出てそれを差別の理由にするのは愚の骨頂だと思っている。所詮過去の話、単なる肩書きだと思い、彼らの振る舞いに半ば諦めの感情を抱きながら日々仕事をしていた。そして新たに4月になり、新人たちが入社してきた時のことである。そこでまた嫌なものを見る羽目になる。ここ数年で業績が伸びたこの会社は高級高待遇ということで、エリート枠からの入社が多くなっていた。東大卒の部長は特に同じ大学卒の新人が入ってくると大げさに歓迎の意を示した。毎年同じようなことが繰り広げられているが、そんな部長を僕たちはその度に軽蔑するような目で見ていた。そして学歴のない新人たちに対する態度は180度変わり、ただ名前だけを紹介したり、ひどい時には三流の大学卒業なんて信じられない言葉をつけて紹介することもあった。ここで学歴のない新人は社員としても扱われない。新人なのだから仕事がわからなくて当たり前なのだが、そんな時でさえ指摘してくる。そしてただ指摘するだけでなく、学歴と絡めて、だから底辺大学卒業のやつは無能なんだと人格否定までする。そんな現実に絶望していった新人が辞めていくのを何度見送っただろうか。正直この部署の学歴重視の価値観は異常に思えてくる。会社が大きいとそれがまかり通るものなのだろうか。普通の会社でそんなことを発言するようなやつは逆に蚊帳の外になるのではないだろうか。以上、これから一緒に働く新たなエリートたちだ。みんな仲良くしてやってくれ。そう言って部長は後輩エリートたちだけを紹介した。本当にこの人はあの東大を卒業したのだろうか。こんな幼稚的な差別を行う者が本当に頭がいいとは到底思えなかった。周りのみんなは新人たちに拍手を送っていたが、僕はしなかった。新人たちを歓迎していないということではない。単純に部長の行いに呆れていたからだ。しかし部長はそんな僕を目ざとく見ていた。おお、どうした？伊藤、なんかつまらなそうな顔しているな。見られているとは思っていなかった僕は突然呼びかけられて思わずすみませんと謝ってしまった。しかし部長はそんな僕に対して信じられない発言をした。不満があるんだったら帰ってもいいぞ。てかやめてもらってもいいな。え？やめる？僕は突然の言葉に思わず聞き返してしまったが、周囲からはクスクスと笑い声が聞こえた。そして部長はみんなに向かって、ああ、そこにいるやつはダメな社員の代表だ。あんなやつにならないようみんなしっかり働いてくれ。そう言ってその場を閉め、みんな解散していった。みんなの前でバカにされた僕は何とも言えない気持ちになりながらも席に戻ろうとした時、部長から大声で呼び止められた。おい伊藤、何席に戻ろうとしてんだ。
やめていいって言ったろ。というよりやめてくれ。今年も東大卒のエリートたちがこんなに入社したんだ。高卒のお前なんかもういらないんだよ。そう言って高笑いした。そして周りにいた学歴主義の社員たちも部長に合わせて笑い始めた。不快な笑い声がフロアに響き渡る。その瞬間、僕の中で何かが切れた。そうですか、わかりました。それでは本日で辞めさせていただきます。僕はそう言って自分のデスクを片付け始めた。おい、何やってんだ。僕の突然の行動に部長は慌てた様子で聞いてきたが、はい、今部長が辞めろとおっしゃったじゃないですか。部長に社員をクビにできる権限があるとは思いませんが、上司から辞めろと言われたんですから辞めるしかないですよね。まあこの後どうなるか知りませんが、あとは皆さんで頑張ってください。待て、それはどういう意味。部長は慌てて何かを問いただしてきていたが、僕はそれを無視してその場を去った。正直最初は部長の言葉に驚いたが、今まで持っていた感情を出し切ったらなんだかすっきりした。それに僕はこの会社に未練などというものは全くない。僕があることを考えながら歩いていると、後ろから僕を呼ぶ声がした。おい伊藤、ちょっと待ってくれ。振り向くとそこには入社当時から一緒に働いてきた同僚が立っていた。彼も僕と同様、実力はありながらも学歴の差別を受けてきた存在である。お前やめたって本当か。彼は息を切らしながら聞いてきた。ああ、やめることにしたよ。あんな奴らと一緒に働いてたら時間がもったいないからな。僕がそう言うと彼は少し考えるような素振りをした後、そうか、それなら仕方ないかと少し残念そうな表情で言った。部署は違うが、きっと彼も僕と同じような扱いを受けているのだろう。僕が細かいことを言わなくても全てを察してくれたようだった。そうだ、君にはちょっと話があるから、また後日連絡させてもらうよ。話？わかった、連絡待ってるわ。うん、楽しみにしてて。僕たちはその場で握手をして別れた。僕はこれから何をするか決めていた。会社を立ち上げる。僕が辞めたのは一時的な感情からではない。前々から考えていたことだ。僕はこの会社の業績が上がる要因となったソフトウェアの開発に携わっていたメンバーの一人だ。ソフト開発後、僕たちは評価されることが決まっていたのだが、そのタイミングと同時に上層部の組織体制がガラリと変わった。それと同時に学歴が高いというエリートたちが続々と入社してきたのだ。僕たちのチームは半ば強制的に解散を余儀なくされ、各部署へと散らされてしまった。その後エリートたちだけで新たに開発チームが編成されたが、実際のところ大した実績は上げていない。結果今この会社は僕たちが開発したソフトで成り立っている。僕は当時会社がやったことをとても恨み、その場で辞めようとも思ったが、一緒にやっていた仲間たちのことを思うと踏み出せずにいた。しかし辞めることを宣言した今、僕の中のわだかまりはなくなり、新たな一歩を踏み出す気持ちになれた。そしてそれから僕は当時の仲間たちに連絡を取った。僕が辞めたことをすでに知っている者もいて、僕が起業の話をするとみんな賛同の意を示してくれた。
その後、それぞれのやり方で会社を辞めていったが、各部署から一人二人辞めたところで支障はなかったのだろう。というよりも、学歴がない者たちが自ら辞めていくことを引き止める者もいなかった。僕は正式に退職するまでの間、有給を消化しながらある画策を企てていた。僕は密かに開発していた新しいセキュリティソフトを会社の顧客のすべてに配布していた。今はメンテナンス中という名目で、ある時期が来たらこちらのソフトに切り替えてほしいと伝えてある。その後1年間の無償サポートを行うという約束で、僕たちが扱うソフトウェアにはアップデートが不可欠である。お客様の情報セキュリティを預かっているのだから、顧客のデータを危険にさらすことはできない。そのためには都度アップデートを行っていく必要があるのだ。今までその作業はソフトを開発した僕たちが対応していたのだが、対処できる社員は皆僕と共に辞めてしまった。一応マニュアルは残してあったので、残っている社員たちは僕たちが辞めようとも支障はないだろうと考えていたのだろう。しかしそれは、そのマニュアルをちゃんと理解できる者がいればの話だが。そしてその日が来た。アップデートを担っている運用サポート部が悲鳴を上げる。マニュアル通りにアップデートを試みようとも何度もエラーになってしまうのだ。マニュアルにはしっかりと手順が書いてある。しかしおそらく開発に携わっていたレベルの技術を要していないと理解できない内容となっている。今会社に残っているエリートと呼ばれる社員たちの中には、そんな実力を持っている者はいないのだろう。このままではまずいと思った上層部は社長に報告した。この時点でやっと気づいたみたいだ。このソフトウェアがアップデートできるかに会社の存続がかかっているということを。しかし危機的な状況に陥っている会社とは裏腹に、顧客たちの安全はすでに確保されていた。そう、あの時僕が開発した新しいセキュリティソフトによって、何も知らない上層部たちは現時点で対策が取れず、恐る恐る顧客たちにソフトウェアの脆弱性を勧告しようとした。しかし顧客たちからは新しい製品の提供と無償サポートについての感謝の言葉が返ってくる。何が起こっているのかわからない上層部は現状を再び社長に報告した。そして僕のもとに社長から連絡が来た。会社に来てほしいとのことだ。僕は後日会社に出向き、社長と対面した。社長室にはあの部長もいた。ご無沙汰しております。久しぶりだね伊藤君。僕たちがそう挨拶すると、部長は拍子抜けた表情をしていた。おそらく今回の件は僕が企てたことで、それについて社長が僕を叱責するとでも思っていたのだろう。相変わらずだな君は。まあ今回の件は君を無下にした会社の責任でもあるからな。そうですね。皆さんには学歴なんて関係ないということを知ってほしかったんですよ。確かにこの業界は実力がものを言う世界だからな。僕たちの会話を聞いている部長は気まずそうな表情を浮かべてうつむいてしまった。そう、社長は僕をこの世界に導いてくれた恩師でもある。父の友人であり、当時セキュリティ開発の仕事をしていた社長が僕にプログラミングを教えてくれたのだ。まあとにかく私たちもいろいろと考えを改めるきっかけになった。組織の体制をもう一度しっかりと気づくことにするよ。はい、そうしてもらえたらもっといい会社になると思います。その後も僕たちはしばらく雑談をし、会社を後にした。
それから1年後、僕たちの会社は社長の会社と合併することになった。部長を含めエリートと言われた社員たちは僕たちの傘下に入ることになった。中にはプライドが許さなかったのか辞めていった者もいるが、予想外なことに部長は会社に残って僕たちの元で真面目に働いている。さすが東大を卒業しただけあって根性はあるんだなと感心した。そして僕の新しいソフトウェアの開発チームは実力を持った精鋭たちで組織されている。仕事をするのに差別は必要ない。共に協力し切磋琢磨していくことでより良いものが出来上がっていくのだから。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。